工業は原材料を加工して製品を作ること及び製品を作ることに関わる諸事項のことである。工業の後には製品を作る働き、製品を作る事業などについても含まれる。工業は第二次産業のうち建設業及び製造業の大部分に該当し、加工組み立て業といったりもする。太平洋ベルト日本の工業技術はアメリカやドイツとも並び、 世界でも有数の高度な工業技術を持った工業国である。しかし近年では大韓民国や中華人民共和国、東南アジア諸国でも工業化が進んでいる。中国などこれら新興の工業国は賃金の安さを利用して多くの仕事を取って工業製品を生産をしている。そのためいくつかの業種では日本から工場がほとんどなくなる。 産業の空洞化が進んだ。新興工業国の賃金の安い国の工業に対抗するため、ヨーロッパやアメリカ、日本など前々から工業国だった国は、技術力の高い製品を開発して、新興工業国では作れない製品を生産し、差別化を図っている。また、先進工業国同士でも工業の競争がある。中国や、 東南アジアなどの賃金の安い国に日本やアメリカやドイツなど工業先進国が工場を進出させるのもより安い価格で製品を作ることで先進工業国同士の経済競争に勝つためである。このため中国や東南アジアの工場は新興の工業国といってもヨーロッパ企業や日本企業、アメリカ企業など先進工業国の企業の支援を受けており 新興工業国の工場の技術力は高い場合もある。日本で工業が盛んな地域は主に太平洋側の平野部に多い。関東地方の太平洋側から瀬戸内海、北九州にかけての地帯で工業が盛んであり、これらの地帯をまとめて太平洋ベルトと呼ばれている。日本では1970年頃から工業の国際競争が厳しさを増し、 そのため、単純な技術で作られる製品の工場は、賃金の安い海外に移っていった。日本の製造業では、石油危機器の反省から、省エネルギー化の研究開発が進み、省エネ製品が増えた。太平洋ベルトと呼ばれる、日本列島の太平洋側の臨海部に多い、工業地帯を中心に、明治時代の工業は発展してきた。太平洋ベルトの中にある、 中京工業地帯と阪神工業地帯、京浜工業地帯を現在では三大工業地帯という。中京工業地帯は愛知県豊田市や名古屋市を中心とした工業地帯である。阪神工業地帯は大阪や兵庫を中心とした工業地帯である。京浜工業地帯は東京や神奈川を中心とした工業地帯である。生産額は中京工業地帯が 最も多く、ついで阪神が2番目の生産額で、京浜は3番目の生産額である。工業地域まで含めると、京浜工業地帯は、瀬戸内工業地域、北関東工業地域に次ぐ、第5位となっている。かつては、北九州工業地帯を含めて、中京、阪神、京浜、北九州を、4大工業地帯と呼ばれていた。しかし近年、 北九州の生産量が落ちてきたため、北九州を外して、中京、阪神、京浜を三大工業地帯と呼んでいる。四大工業地帯以外では、北関東工業地域、鹿島臨海工業地帯、京葉工業地域、東海工業地域、瀬戸内工業地域などで工業が発達しており、いずれも太平洋ベルトに位置している。太平洋ベルト以外の地域では、 全体として工業が低調である。北海道では、パルプ、製鉄、化学、鉄鋼などの工業が発達していたが、国際競争が激化する中で停滞している。東北地方では、半導体などの機械工業が発達していたが、機械メーカーの多くが低賃金を求めて、中国などに生産拠点を移していく中、低迷が続いている。長野県では、岡谷市を中心に、 製紙業がまず発達し、戦時中に東京から工場が疎開したことをきっかけに、諏訪盆地では、古州三市町において、カメラ、オルゴール、時計など、地区間川沿いの地域では、通信、電子部品、自動車部品などが発達した。日本で最も工業化が遅れているのは、中国地方の山陰四国、南九州、沖縄などの地域である。日本には、 2018年時点でおよそ36万の工場がある。そのうち従業員が1から299人の工場を中小工場、300人の工場以上を大工場と呼ぶ。日本の工場のほとんどは中小工場である。日本では第二次世界大戦前までは天然繊維の製品の輸出などの繊維工業が日本の主要な工業であった。しかし戦後は 賃金の安い中華人民共和国や東南アジアなどの外国に工場が移ったことやナイロンなどの化学繊維の発明によって繊維工業の割合は低下した。1960年代の高度経済成長の頃から機械工業が盛んになった。2014年時点でも軽工業の中では機械工業が盛んである。 自動車などの輸送用機械の生産が機械工業の中では最多である。日本には資源が乏しく外国から原料などを多く輸入している。このように外国から原料を輸入し、日本国内で加工して工業製品にして、その工業製品を外国に輸出することで外貨を稼ぐ貿易の方法を加工貿易という。日本にとって 加工貿易は外貨を獲得したり、工業力を発展させるたりするためにも必要な方法である。なお、現在では日本国内で製品を作るだけでなく、アメリカなど外国にも日本企業の工場が進出しており、現地の国の人などを雇って生産して、その地域の消費者に販売している。ヨーロッパでも同様に日本企業の工場などが進出しており、現地生産している。 日本からも人件費の安い外国に生産工場を移す動きがあるが、その結果、国内の工場の仕事が減り、国内の生産力が下がるという産業の空洞化が起きている。また、外国に工場を作ると、日本国内の工場で培われた生産ノウハウも外国の労働者に教えることになるので、外国に技術ノウハウが流出するという技術流出も問題になっている。 工業のうち、自動車工業、鉄工業、機械工業、造船業などの比較的重量のあるものを製造する工業を重工業という。自動車産業や精密機械、電子機械も重工業に含める。石油の生成などを通じて、プラスチックや薬品などを作る工業を化学工業という。また、産業統計上の用語で、軽工業に相対する。 金属工業と機械製造業からなる重工業と化学工業を合一した産業分野を重化学工業という重工業に対して軽いもの特に消費財を製造する工業を軽工業という主に日用品を作る工業のことである発電機や洗濯機電子レンジ扇風機やエアコン蛍光灯ビデオなど電気の発生輸送 利用に関する機器を製造する工業を総称して、電気機械工業と呼ぶ。日本の工業の内訳は、重化学工業が約70%である。軽工業は約30%である。1960年代の高度経済成長の頃から重化学工業が盛んになり、2014年の時点でも重化学工業が大きな割合を占めている。工業の立地に関しては、 例えば次のようなものが重視される。仕事で流す汗がシミにならないように、仕事の時の服装は青などを基調としたものが多く、これに由来して工場などの現場で働く、工業労働者のことをブルーカラーと言ったりもする。なお、事務作業に従事する労働者についてはワイシャツを着用することからホワイトカラーと呼ぶ。ありがとうございます。